皆さんこんにちは、セルブサルです。5日ぶりにまた同じ山来てまして、今日こそはウド回収ですね、やっていきたいと思います。早速出てきた。ちょっと小さめですね。まだまだ出てくると思います。今日は通称ウッドスコップ、ウド専用スコップを導入いたしました。数はすごいありますね、ウド。でも小さいんですよね。太くていいのは取られちゃったかもしれないですね。これなんかはかなり極太に育ちそうですよね。普通にもうスコップ使わなくなってきちゃう。でもな、これぐらいの長さの方が車載冷蔵庫に入りやすいんですよね。あんまり長いと折れ曲げることになっちゃうんで。まあどうせ私一人が食べる分ですからね。1年間遅いけど結構長いな。今日一長いですね。今日一でもないか。比較的な。あんまりなんか状況変わってないですね。5日前と。時間の流れがゆっくりな気がします。今日はこの動画ではお見せできないと思うんですけど、シャグマ、乾燥シャグマとウドの天ぷらですね。今年まだやってない、それをやる予定です。その意味ではこういう新芽が取れるっていうのは必ずしも悪くないですね。でランチも例のあれをやりますので、これぐらいのサイズだと嬉しいですね。いや本当にある。なんか年々増えていく気がしますね、この山。ほら、どっさり。また雨どころ出てきた。アンゴンちゃんもいますね。アンゴンも行っとこうか、でかいやつ。なんかインスタにアンゴン草大好きっ子が見つかって、めっちゃ喜んで、なんか炊き込みご飯にしてましたね。いやあれうまいだろうなと思ってね。なかなかちょっと腰が重いですけどね、個人的には。ちょっといつかやってみたいですね。まあ、なんかほんとね、私出武将ってか武将者なんで、料理とかも基本めんどくさい人なんですよね。食材でテンション上げて作るみたいな感じなんですよ。で今年はもうこの現地食いがもう本当にそういう身にとってはめちゃくちゃ効率もいいし美味しいし後腐れないってことでハマっちゃったんだけど、より家での料理が億劫な側面はありますと。
はい、今季初赤山ドリームの森に移動してきましたけど、早速肝臓が出てきました。今年はよく肝臓が出てくるな。いただいていきましょう。この森は雪も残っちゃってたり、エゾエンゴサクが満開だったりと、まだまだちょっと春キノコには早い森っぽいですね。そろそろイエローモリーユという白い編み笠竹もチェックし始めたいんで、この森は紅葉中混じりなんでちょっと期待したんですけど、全然早いですね。まあワンチャンブラックモリーユがあるかもみたいな感じかな。はい、またハンゴンソウが出てきたんで、さっきめんどくせえとか言ってたんですけど、ハンゴンソウご飯私もやってみようと思います。いまいち食い頃が分かんないですけどな。もうこれぐらいに取ってたんですよね。もうなんか慣れてきた、この香りが。これはさすがにでかいと思うんだよな。こんなもんかな。北海道もでも広いですよね。基本やっぱり道エリアをうろうろしてるんですけど、春はどうでしょうね、だいたい最長で1ヶ月半ぐらいの時差がありますよね。植生的になかなか毎年安定制覇するっていうのは至難の業ですね。さて、ここは去年だっけ、一昨年だっけな、まあ、ポテンシャルが高そうと思って見つけて、まあ、ちょいちょい来てるところなんですよね。今年もゴールデンウィークに1回来たんですけど、山菜採りの車がすごいいっぱいいて何もやんないで帰っちゃったんですけど、今日はここの、そうね、もみじ傘とやっぱりシャグマ、それを探していきたいと思います。ランチもここで食う感じですね。ここは渓流が流れてるんで、ちょっと釣りもやりたい感じするんですけどね、それまでは時間がないかな。雰囲気は夏ですね、ここ。結構乾いてますね。うお、このたまり絶対いるっしょ。大シャグマタケとシャグマタケはなんか発生時期に若干の差があるみたいな、シャグマの方が早いっていう説があるんですけど、どうなんですかね。まあここは結構渓流も近いし、飛び色のボリルの森と比べても近しいところはあると思うんですけどね。ただ去年結構来てんだよな。 3,4 回キノコで来てて全然当たってないんですよね。買いかぶっちゃってるかな。うお、知らねえ青いがいましたね。夏じゃないですか。デカ餃子がいたんで、いただいていきますか。
すげえでかい。また木、茶碗滝がいますね。あと赤コゴミがちょいちょいいますけど、何もねえな。はい、これはお久しぶりの大花ウドですね。どうも、以前何回か前の動画でウドと大花ウドを食べ比べるというのを2回くらいやったんですけど、その時にニューと大花ウドを取り違えていた可能性があるということで、リベンジしたいと思ってたところにようやく出てきましたね。ちょっといただいていきましょうか。もみじ傘ないっすね。夏っぽい割にはないな。ようじゃがちっちゃい方が入ってますね。お、ようじゃいっぱいある。よし、第2部やっていきますか。これでなければ昼飯ですね。本当は今日もう一箇所行きたいんですけどね、ちょっとこの家帰った後また今日は久しぶりに料理しないといけないんで、悩みどころですね。イラクサ出てきたな。イラクサ久しぶりに食うか。なんかちょっと汚いですね。花粉だな、多分。グイッと、グイッと。気合で。お、ゴンブと赤コゴミ。すげえな、こんな太いの見たことない。ちょっと育ちすぎかな。でもこの辺りとかいけるか。行こうか。毎日種類わかんないですけど、名前なんて言いましたっけね、これ。めっちゃかつぶしついてる。3本いただき。赤こごみめっちゃ生えてますね。すげえ、一面赤こごみです。木茶碗竹がこんだけいい状態にいっぱいいるってことは、時期的にはシャグマと、わ、これ太いな。かっこいいって太いですね。これシャグマいてもいい時期に思えるんですけどね。金がないのかな。老金が結構目立つ感じだったんで、黒く炭化したような感じになって、それも注意して見てるんですけど、それすらないんですよね。金がないのかもしれないですね。これも大花だな。ここニューないですね。これぐらい育っても毛があるんですね。わかりますかね。まるで道しるべのように切っちゃわんだけどめっちゃあります。
なんか本当これ周期的に大発生するみたいなことを言ってる人がいて、この森を見る限り大発生ですね。これが食えればもうお腹いっぱいですよね。うど、イタドリ、アマドコロ、これ正式になんて言うんだっけ、前提か。今日も結構ありますね。県安大花うど、イラクサ、赤こごみ、あとはもうミックス餃子一本とエゾエンゴザク、こんなとこですね。今日はデザートがこれで、飯はですね初めて見ました。行きのコンビニで買ってきました。なんて読むの、アフリ、アフリ飯、伊豆塩アフリ飯、オシャンティーだそうです。淡麗ラーメン店なんですか、全然知らないです。第5弾ですがちゃんと監修しています。アフリっていうラーメン屋さんがあるみたいですね。ちょっとよくわかんないです。今日は水は全部川の水使います。せっかく渓流なんで。今日の香りは、今日はちょっと旅館じゃないですね。山菜のちょっとえぐみが強めです。よし、では。ぶっこんでいきます。今日も何種類か分かんないですね。後で数えてタイトルとかに入れておきます。やっぱり花うどすげえな、香りがやばいかもしれないですね。とりあえず雨どころがいれば口直しができますと。よし、入れ替えましょう。ちょっと今日は画角が微妙ですけど、皆さんに一応渓流をお見せしたいんでね、ご了承ください。まあ食べるときはそこ出ますか。お立ち台出ましょう。今日風めっちゃ強いですけど、バーナー大丈夫ですね。よし、湯が沸きましたぜと。今日もちょっと多めに入れます。熱湯5分。いや、今日はなんだかんだで結構時間遅くなっちゃいましたね。見てください、この後ちょっと釣りをしようかなと。ほんのちょっと。よし、いいんじゃないですか。黄金香り油、見えますかね。見えないね。どうやったら見えるんだろう。ここだと見ますか。
さすがにちょっとお湯が多かったかもしれないですね。いただきます。ぬる、うん、柚子の香りしますね。すごいあっさりしてる。じゃああんまりほじくり返せないんで、ウドからいただきます。うん、ちょっとね、柚子がぶつかっちゃいますね。じゃあ今回は一番柚子と親和性高そうな板取り。うん、酸っぱい。これはこれが懸案の大花ウドですね。アイヌが生で子供たちがおやつでこの根っこの部分を食べるっていう、ね、ああうまい。やっぱり前回っていうかこの前はニューと間違えてました。明らか一番最初に今季の天ぷらしたじゃないですか、大花うど。あの時初めて大花うど食ったんですけど、あの時のうまさそのままですね。かなり甘いんだけどちょっとだけセロリっぽい味がする感じですね、うん、全然いいな。やっぱ大花うどは優秀だと思います。これどっちだろう。あ、これはあれですね、甘どころ。あ、これも花うどだ。うん、うまい。イタドリ。じゃあこれ楽しみですね。赤ホーム初めてじゃない気がするんですけどね。うん、シサソテツよりもちょっと味が濃い気がしますね。癖は特にないけどちょっとグモモモンとしてる感じ、珍味みたいな味がしますね。もうあとはカオスだな。これも大花うどですね。これ餃子ですね。甘い。イラクサ。リラクサも野菜ですね。癖がない。ちょっとお湯入れすぎたのかな。とにかく味が薄いですね。あ、でもやっぱり例によって下でちょっと溶け残ってました。
エゾゼンテイカ。やっぱポゴムよりも味が濃い気がする。強いて言うと大花ウドはちょっとそのセロリっぽいその山菜たる感じがちょっと薬品っぽい感じするかもしれないですね。味濃くなってきた。肉がうまいですね。肉が謎肉じゃなくてちゃんとしたなんかチャーシューっぽい感じ。これもありかなって感じですね。あんまりこれ、あ、でもこれは持つな。これ10月まで持ちますね。なんか蒙古タンメンとかはね、6月、1ヶ月ぐらいしか持たないんですよね。原料の違いなのかな。一時期これ大学の頃かなんかにめっちゃハマってたんですけど、北海道チーズ蒸しパンみたいなのあるじゃないですか。その時食いすぎて全然買わなくなっちゃったんです。めちゃくちゃ久しぶりに買いました。蒸しパンはあのパン屋の黒糖のやつ、あれがもちっとしてうまいですよね。ごちそうさまでした。はい、じゃあちょっとやってみましょうか。さすがにちょっとウェーダー持ってきてないんでね、本当におかっぱりですけど、1年の始まりはスピナーからと。目がかりしたら取りに行けねえからな。特にチェイスなし。わあ、根がかりした。やばい。深くなってきた。ここいいんじゃないですか。いや、チェイスはなさそうっすね。まあこの川釣りには釣り目的で来たことはないんで、そういう意味では私の釣りの金銭には触れてない川っていうことになりますので、多分サボダムがあると思うんですよね下に。うわー、やってもった。一番やばいやつ。やっぱりおかっぱりやばいっすね。どうしようかな。一匹ね、魚影はいました。そこめっちゃやりたいですよね。上からやるから確かね、覗けたんですよ。
よし、悪くないね。チェイスはないね。しないですね。お、今当たりみたいになった。絶対深い追いすぎてやばいやつですよね。いや、ここ結構深いんだ。切り立ってて深いですね。シンキングミノじゃないときついな。よし、このところにしてみましょう。絶対ロストするから。